こんにちは、トリスです。今日は大会に出場するお客様のサポートの様子をお届けしたいと思います。いよいよコンテストシーズンに入ってきて、うちのジムのお客様も大会に出場する方が増えてきました。で、今回のお客様はですね、50代の女性で初めてコンテストに出場される方です。初めてのコンテストで FWJ っていうのは結構大きい大会になってくるんですけど、しっかりと頑張って仕上げてこられたと思います。このお客様は筋肉をつけながらどんなカロリーとか栄養バランスで仕上がるかっていうのと、トレーニングメニューとポージングのサポートもさせていただいてます。うちのジムにいらっしゃる時はトレーニング歴が約1年半で、通常も1600キロカロリーから1700キロカロリーくらいの食事をして、見た目もねそんなに脂肪がついてるって感じではなかったんですけど、まあ、そこからいろいろと調整をしてコンテストに臨んでいます。私が感じたお客様の課題としては、肩の丸さとか、そう、背中とか、あとお尻の大きさっていう、このアウトラインの筋肉量が一番大きな課題になるかなっていうところだったので、まずは高カロリーの食事で筋トレの質を上げていくというところを最優先していきました。人生で初めてのコンテストというところで、3ヶ月で準備をして臨むっていうのは本当に大変なことなんですけど、ステージ上の経験っていうのはそれからの成長速度を上げてくれることなので、3ヶ月できることを十分にやっていただいてステージに臨んでいただいてます。で、具体的に3ヶ月でどんなことをやっていったかと言いますと、まず最初に 1.5 ヶ月くらい2500キロカロリーのローファット寄りの食事をしていただきました。脂質の量もそこまで下げすぎず、 50g くらいを取っていただいてたと思います。まあ、そこでプラス2キロくらい体重が増えてきたので、そこから徐々に落としていったという感じです。その次に行ったのが2500キロカロリーケトジェニックですね。これをトータルで1ヶ月弱やっていただいてます。合間にファスティングなども入れて腸内環境をきれいにしたりだとか、でケトジェニック終わってからまたローファットを2000キロカロリーで1週間入れて、最後はケトジェニックで仕上げていこうかなと思ってます。調整が難しかったことといえば、絞りすぎてしまうというのが今回の結構課題だったんですよね。ボディメイクのコンテストって絞れてポージングができればいいじゃんって思われる方多いかと思うんですけど、全くそんなことはなく、絞れすぎてしまうと筋肉の張りとか丸みがないという風に見なされて効果が下がってしまう可能性も十分にあるんで、ここは絞りすぎないようにっていう調整を結構細かくやっています。2500キロカロリーとかで仕上げるっていうのは、正直私の減量カロリーよりも全然高いですし、コンテスト出る方では考えられないくらいのカロリーの量なんですよね。それでもやっぱり落ちてしまうっていうのがあったので、そこは本当に試行錯誤やっていただいてます。今回初めてのチャレンジなので、本番3ステージ立っていただいて、で実際に並んでみてどう見えるのかっていうのを見て、次の試合とか来年に向けてつなげていきたいなという感じです。それでは皆さん、応援よろしくお願いします。はい、初ステージ準備整いました、はい、結構バタバタでしたね、はい、ということで今日も一日頑張っていきましょう。はい、ファイト。9番と2番のスイッチ。2ステージ終了しました。コンディションはめちゃくちゃいいんですけど、まあ、細かいポージングとかパンプアップする部位とかを厳選して行っているところです。カラーの色とかはちょっと気になるんですけど、まあ、そこは今はどうしようもないので、次のステージに向けて改善点をしっかり出しているっていうような感じです。にしても本当に初戦とは思えないくらいめちゃくちゃ落ち着いていて、このステージの見せ方っていうのも綺麗だったと思ってるので、ラスト1ステージですね。すごい頑張っていただきたいと思います。ブースにお邪魔しました。はい、ダイエットの時とかにシートに付いてもらったりとか、あとトレーニング後とかトレーニング前に使っています。わかりました。ちょっとお客様にも試していただきたいと思います。ありがとうございます。我らが山本先生がここにもいらっしゃいました。嬉しい。あ、先生かっこいい。エントリーナンバ
ビキニマスターズオーバーフィフティーチャンピオン、アンドリアマ16番藤本翔子。はい、お疲れ様でした。結果がマスターズが準優勝、はい、そしてノービスが5位、はい、トゥルーノービスが6位ということで、はい、マスターズ準優勝おめでとうございま す, います。初コンテストどうでした？いや、緊張したけど意外と楽しみ、最後には楽しくなりました。そう、3ステージね、すごい体力いったと思うんですけど、はい、眠いです、ね、本当にナイスチャレンジでした。あやかさんもありがとうございました。ありがとうございました。また引き続きバルク、あ、頑張ってやっていきましょう、はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございました。